いやあ、せつのけいすけだよ。やっていきます、ライト、ライト、ライト。確か前回のパートで、エフィが遊びに行っちゃおうって言うんで、まあもうね、遠慮なく遊びに行っちゃう。おいおい、カロル、カロル、カロルちゃうわ、キースじゃ。いない。キースいない。ピカピカのままだ。夕飯食べてないな。ごちそうになろう。あ、おるやん。おーい、こいつはあの時あったやつだな。前回のパートであったやつだ。目が覚めてきたな。それどきこーい、飯ごちそうしろやーい。何も食ってないんや。あ、食っとるわ、嘘食ったわ。てか普通の料理食えんのかやったな。お、こいつキース、お前本読みながら寝てやがる。お布団かけんでもないけど、我をかけない、親切じゃない。寝てる、面白くないな。後ろからワーとかできんのこれ。後ろからワーとかできないな。さすがにそれは両親痛むんやな。さてどうする。なんもなーし、なんもなーし。おっと、カロルじゃないか。夕飯ごちそうになっていいかい。うん、いやエフィちゃん、白い方は。ああ、1万だったら寝た、寝た。わお、早い、ジジイみたいでしょ。1万ジジイみたいなとこあるんすよ。ねえエフィちゃん、生まれた時のことはまだ覚えてる？うん、眩しいなって思ったら、目の前でレオが目を大きくしてるね。その後はバスタオルもらった。なるほど、何がなるほどなんあんまりどうでもいい、あまりにもどうでもいい話だけどな、俺としては。じゃあなんで自分は嘘を食べるのかわかる？ん？それはわかんないや。ふむ、本能的な感じのことなんやな。いいね、面白い。あいつはかなりの嘘つきだから食料に困らないだろ。うーん、嘘ついたら嘘の匂いがするからわかるんだ。でもね、私がそれを嘘だってちゃんとわかって食べないとダメなの。本当を食べるとまずいから。あ、だから本当か嘘か問いかけられて、嘘で答えたらなんか戦いに入って、戦って勝ったら食えるみたいな感じなんじゃ。何そのなんかクイズ番組みたいなシステム、正解すると食べられますみたいな。でもレオは嘘の匂いしないし、どれが本当でどれが嘘かわからないからやだ。嘘つきは嘘を読み取られないようにする。やるね一万。本当の部分も聞き出すのね。ふむ、謎が多いのね。うまい嘘は食べられない。誰かが嘘と認識すれば、それとも嘘つきが自分で。私もお母さんの持ってるそのハートの食べ物は何？ハートの食べ物ん？ラブベリーの実のことだな。黄色のは甘いけど赤の色はちょっと酸っぱいよ。あと結構ふにゃっとしてて、人に投げるとベシャーってなっちゃうね。ベトベトするし。ああ、そうなんだ。じゃあカロルやってみていい？君を実験台にして。私だったら敵の目のところに投げて目くらましとして使うよ。ああ、そうなんだ。じゃあお前で試してみていい？食べ物じゃないの？まだ謎ばかりだね。がぜんエフィちゃんに興味が湧いてきたわ。おい、やめろよお前。おい、ね、私のことをいやらしい目で見てんじゃないわよ。え、何もしないって。ああ、まだ少し食べ物があるんだった。君も早く帰らないと、もうこんな時間。でもあのお兄さん、深夜の外出ダメって言ってたよ。狼でしょ、そんなの怖くないよ。私クマも倒したことあるから。嘘。クマ？でもエフィちゃんはまだか弱い少女だからね。
早く帰ってゆっくり休みなさい。 FE も強いよ。 FE は多分数字に強いんじゃないかな。数字には強いんじゃないかな。数字には強いけど多分腕力的には弱いと思うわ。うわぁ、おっとようやく眠くなってきた。ふ、ほらおやすみ。まっすぐ帰りなよ。また明日ね。バイバイ。よっしゃ寝るぞ。お、不穏な空気になってきた。もう有言実行でオオカミ出てくるパターンちゃうんかなこれ。吸血鬼が出てこんのかな。暗くなってきたな。寄り道しないで帰らなきゃ。なんか嫌な予感。早く帰ろう、早く帰ろう、早く。ちょっと他の家探索してきていいですか。おお、二人とも寝てる。めっちゃ仲良さそうにと言いたいところやけど、ここまでベッド隙間開けたってことはさ、間開けたってことはさ、この空間の距離の分二人の仲の悪さがわかるわ。おお、仲悪いんやな。ネットをやずにはさすがに声かけれんのだよな。いいもん見えた。さて帰ろう。私も寝んかったらな。寝よう寝よう。一万の顔落書きできんかな。一万できんな。オイルランプだ。つけだれつけだれ。一万うわ眩しいってしたれ。寝よう。あ、セーブセーブ。こういう時こそセーブでしょ。これ起きた瞬間戦闘とかならんだろうな。夢の中だから嘘が戦いに来たりせんだろうな。寝る。うん。あーちょっと俺の予感当たるんちゃう。何の悲鳴かな。誰の悲鳴だ今のは。誰の悲鳴今の。こんな悲鳴初めて聞いたんですけど。ねえ今キャーって声が。ああ行ってみるか。お前は後ろからついてこい。あんまり離れるなよ。誰だ。どこ。確か下があの二人の家だったけど。あ、無事じゃ。起きとる。お前らも起きたか。大きな音がしましたね。あなたたちも出歩いてて大丈夫ですか。いや、しょうがない。や、気になるやん。情報屋ですよ。情報手に入りそうだったらすぐに様行くのが情報屋ですよ。おい、もう起きちゃったわ。ああ眠い。何があったか見に行くの。あなたなら大丈夫でしょうけど気をつけなさいよ。分かっとるわ。舐めとんじゃないぞ俺は。俺はな、この夜道歩き選手権大会でさ、県内で18位だったんぞ。微妙。しかも何その夜中歩き大会で何。謎だらけの大会に18位って言われてもピンとこないぜ。どうだったっけ。これやこれや。ってことはカロ、キースか。キースの方か。どうしたどうした。なんで鍵閉めてるの。大丈夫これ鍵。もうドアぶち破ったらさ、密室殺人とかになってない。大丈夫。名探偵コナンとか来るよ。ここ誰もおらんかったな。最初から誰もおらんかったな。あーキースもおらんで。キースここで寝とったのに。キース、あと左の部屋の女の子は名前を知らんけど、名前聞いたかどうかは知らんけど。あ、カロルの方もおらんようになっとる。なんなんあの似たような3人に何かあったん。どっかの家おるん。どうした？どうした？大丈夫かい？ここ。いないよ。だとしたら多分他のとこもいない。ってことは多分下だ、下。看板があるぜ。看板があるって見たらわかりますって。いけないな。あ、こっち？あ、こんなところあるんで。ああ。今燃えてなかった。燃えてなかった。燃えてはないけど何これ。
誰？絶対初めて会った人物じゃない？なんこれ？血出とるよ、頭。頭から血出とるよ。おい、おい、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん。ダメだ。もう死んでる。いきなり現れていきなり死んでんじゃねえよ。誰だよ。本当？本当だ。ねえ、この人、傷がある。首のところ。本当だな。なんだ。髪は頭のような。吸血鬼じゃん。吸血鬼ってなな。いいとこで噛んどるわ。吸血鬼や。絶対吸血鬼や。そんなとこ噛むん吸血鬼か。立ちの悪い女しかおらんよ。立ちの悪い女って何？ああ、どうすかな。羽の情報屋のところに行くか。どうするの？あいつらに連絡をする。顔は合わせたくないが。こういうのの処理はあいつらの仕事だからな。おお、そういう厄介ごと引き受けてくれるんで何でもやかな。よっしゃー、そうと決まれば何でもやー。何でもやー、何でもやー、何でもやー、いや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 。何でも頼んだらなんてくれるよ、金あればね。すべてを悟ったかのように無言を貫くね。そうですか。また一人。何も喋ってないよ。もう、まだ何も喋ってないよ。何かあった？こいつはちゃんと聞いてくれたわ。ちゃんと聞いてくれた。人が死んだ。殺されたんだと思う。はあ？やられたのは帽子の情報屋だ。あいつらに連絡をしたいから電話を貸してほしい。はあ、私が連絡しとくわよ。早ければ明日の早朝には来るでしょう。あなたたちは自分の寝所を戻って鍵閉めておとなしくしてなさい。やけに物語がいいな。後で金請求するんじゃないだろうな。失礼な人ね。大事な仕事道具をあなたに貸したくないだけよ。この電話の中の個人情報をこっそりで借りたりしたらたまったもんじゃないから。1万の野郎だったらやりかねんぞ。この個人情報を勝手に売買するんよ。そこまで信用ないのかよ。あの人どうするの？あいつらが来るまであそこに置いておくしかないよな。まあ本当に殺されたんだとしたら下手に動かしたりはしない方がいいと思うけど。そうやな。こういうのはプロに任せな。プロに。多分名探偵コナンか金田一かそのあたりの人が来るぞ。あのままにするの？仕方がない。こっちは専門じゃないんだ。専門？それにしてもあの帽子屋がやられるなんてあの子結構強いんじゃなかった？そんなに強い？めちゃくちゃ華奢で小さい女の子かと思ったのに。え、なんなん戦うときは巨大化するん？え、なんなん？ドラゴンボールみたいな感じ。月を見たら巨大化みたいな。不審なやつが背後にいたらすぐ一発入れるようなやつだしな。それは頼もしいな。ゴルゴ13や。これ後ろに立たせたら絶対何かやらかすんだよ。入れられたんだっけ初対面の時。経験済みか。情報がまだ少なすぎる。明日情報収集をしよう。あとチラッと見ただけだが首筋に髪跡のようなものがあった。ん？じゃあこの町にあるヴァンパイア伝説とその伝説が本当なのかもまだ怪しいがな。ややこしいわね。明日またゆっくりと考えましょう。そうだな。じゃあまた。気をつけてね。うわ、めっちゃくちゃしこりが残った状態やな。しこりが残った状態になってしまったな。これまた寝たんあかんのだろうな。寝れるか？わかんない。寝れなかったら俺の魂の子守歌を歌ってやるけんな。あスペンダー、あなたのハートと私のハート。どうしても寝れなかったらこっちに来てもいい。ん？殴られた。条件反射で殴られてる。そこまで拒否するか。そこまでしょけてねえじゃねえか。おやすみ。おやすみなさい。いい一本だったよ。
帽子の情報屋の人が今さっき動かなくなった。さっきまでお話をしてたはずなのに。情報屋ってもしかして、前回のパートで左の部屋に入って話しかけた人だったんかな。見ただけじゃわからんかったわ。気づかんかったけど、多分そうだろうな。今日は寝れるかな。寝れないかもしれな。寝れてんじゃねえか。綺麗に寝れてんじゃねえか。羊が一匹とかいう、そういう必要なかった。痛い。やっと起きた。もう出るぞ。早く準備しろ。やり返したよ。ビンタやり返したよ。眠い。おっと、この、皆さん見てくださいよ。この帽子かぶってない、上着着てない姿、初めて見れますよ。もう一生見れないかと思うんで、ちょっと目に焼き付けておいてくださいね。もう一発食らうか。起きた、おはよう。早いな。よし、行くか。行く前にセーブで終わります。というわけで、今回はこの辺で、ちょっと事件が匂いですよ。俺もしかしてこれ謎解きでさ、事件解決しなあかんとか来るんかな。俺コナンになるんかな。うん、西の名探偵切なきですけど行くんかな。というわけでまあ今回はこの辺で仕上げ。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。